平野翔紅白2024パフォーマンスの裏側。あの伝説を生み出した舞台裏を大公開。伝説のパフォーマンスをもう一度。あの感動を再び味わいたいあなたへ。平野翔が2024年の NHK 紅白歌合戦で披露したパフォーマンスは、日本のエンターテインメント業界において歴史的な瞬間として語り継がれるだろう。その圧倒的な存在感、緻密なダンス、そして心に響く歌声は、 視聴者やファンのみならず、同業者や評論家たちの間でも大きな話題となった。平野翔という名前は、これまでも多くの人々に知られてきたが、今回の紅白でのパフォーマンスによって、彼はまさに、国宝級のアーティストとしての地位を不動のものにした。彼のパフォーマンスの魅力は、まず第一にそのダンスにある。平野はデビュー当初からその卓越したダンススキルで注目を浴びてきたが、紅白での彼のダンスは、 そのスキルをさささらに進化させたた形で披露された現代的なポップダンスの技術を駆使しながらも、日本の伝統的な美意識を感じさせるような動きが随所に見られ、観客を魅了した。ステージ上での彼の姿は、まるで水が流れるかのように滑らかで、しかし力強さを感じさせるものであり、視覚的なインパクトは計り知れなかった。平野はただ技術的に優れているだけでなく、感情を込めたダンスをすることで知られている。 彼のダンスからは、その曲に込められた感情や物語が自然に伝わってくるため、観客はその動き一つ一つに引き込まれていった。また、彼の歌唱力も見逃せない要素である。激しいダンスをしながらも、平野は一切ブレることなく、その歌声を響かせ続けた。彼の声には独特の深みがあり、聴く者の,の心を揺さぶる力を持っている。紅白のステージでも、 その力強い声が会場全体に広がり、テレビの前で見守っていた視聴者たちにも強烈な印象を残した。特に、高音の伸びや低音の安定感は圧巻で、彼の歌声からは曲の持つメッセージや情感がストレートに伝わってきた。彼は決して技巧に走ることなく、純粋に曲の良さを引き出すために歌うスタイルであり、それが彼のパフォーマンスを一層輝かせていた。平野翔のパフォーマンスのもう一つの重要な要素は、 彼の圧倒的な存在感である。彼がステージに登場する瞬間、会場の空気が一変した。彼のカリスマ性は言葉に表しがたいほどであり、その場にいる全ての人々が一瞬で彼に引き込まれていった。彼の一挙手一投足が、まるで舞台全体を支配しているかのように感じられ、まさに、スターという言葉がこれほどぴったり来る人物はいないとすら思わせるものであった。視聴者の中には、 彼の登場に涙を流す者もおり、SNS 上でも彼のパフォーマンスが、神が勝っていたといった声が数多く見られた。まさに、彼の存在そのものが紅白の舞台を救ったとも言えるだろう。さらに、今回のパフォーマンスがこれほどまでに伝説的とされた理由の一つには、平野翔という人物のバックグラウンドも影響している。彼は元踊り時、ジャニーズ事務所に所属し、その後独立したことで新たなグループ、 ナンバンババーーアイのメとしかしその過程での困難や葛藤はファンやメディアにも広く知られており彼がステージに立つたびにその苦労を乗り越えてきた彼の強さや人間性が感じられるのである特に今回の「紅白」は彼にとっても特別な意味を持っていたに違いない「紅白」という伝統的な舞台に立つことで彼は自身のキャリアの新たな節目を迎えたともいえる 過去の経験や痛みを糧に、さらに成長を続ける彼の姿勢は、多くの人々に勇気と希望を与えるものとなっている。このように、平野章の2024年紅白歌合戦でのパフォーマンスは、単なる一回のステージを超え、彼自身のこれまでのキャリアや個人としての成長を象徴するものであった。それは一夜限りのエンターテインメントではなく、日本の音楽シーン全体に新たな風を吹き込む出来事となり、 これからの彼の活動にも大きな期待が寄せられている彼がどのような未来を描いていくのか、その道のりを見守るファンや業界関係者は多い。彼はもはや日本国内だけでなく、国際的な舞台でもその名を轟かせる存在になりつつある。また、今回の「紅白」での彼のパフォーマンスは、SNS やメディアでも大きな話題となり、多くのファンがその圧倒的なスキルと感情表現に感銘を受けたと投稿していた。 特に、若い世代を中心に、平野のファッションや発言はトレンドを生み出しており、彼の影響力はエンターテインメントの枠を超えて、社会全体に広がりを見せている。紅白という日本最大級の音楽イベントでの彼の活躍は、年末の恒例行事としても非常に重要な位置づけを持っており、彼のパフォーマンスはそのイベントのハイライトとなった。NHK としても、彼の出演には大きな期待を寄せていたことは明らかであり、 特にここ数年視聴率が低迷していた「紅白」において彼のようなカリスマ性を持つアーティストが出演することは視聴率の回復に大いに貢献しただろう。紅白歌合戦という舞台はただの音楽番組ではなく国民的なイベントとして多くの視聴者にとって念の締めくくりを意味する。そういった場でのパフォーマンスはアーティストにとっても大きな名誉であり。 平野翔の出演は彼自身のキャリアにおいても一つの頂点であったことは間違いない。さらに、今回の「紅白」では、彼が所属するナンバーアイの他のメンバーも共演する可能性が取り沙汰されており、これはさらに大きな注目を集めた。元ジャニーズ事務所のメンバーで構成されたこのグループは、デビュー以来高い人気を誇り、特に平野翔の存在がグループ全体を引き立てている。紅白での彼のパフォーマンスは、 ナンバーアイとしての活動にも新たな道を開くものであり、ファンにとっても彼のこれからの活動が一層楽しみになる瞬間となった。平野翔は、これまでにも数々の映画やドラマにも出演しており、その多彩ぶりが評価されている。彼の演技は、ただのアイドル的な存在を超え、しっかりとした役者としての評価も高まりつつある。今回の「紅白」でのパフォーマンスは、音楽だけでなく、 彼が持つ多面的な才能を再確認させるものとなり、彼がこれからもさまざまな分野で活躍することを予感させた。彼のファン層は非常に幅広く、特に若い世代から絶大な支持を受けているが、紅白でのパフォーマンスを通じて、さらに年齢層を超えた支持を集めた。彼の純粋で努力を惜しまない姿勢は、若者たちにとって強い共感を呼び起こし、さらに年配の世代にも彼の誠実さや情熱が伝わった。 紅白歌合戦という長年の伝統を持つ舞台で、彼はその若さとエネルギーで新しい風を吹き込み、全世代にわたって支持を集めることに成功した。彼のパフォーマンスを見た多くの視聴者が、SNS で彼を称賛し、彼の姿勢や努力を見て自らも頑張ろうとする声が多く上がったことからも、その影響力の大きさがうかがえる。また、平野翔が紅白で披露した楽曲自体も大きな話題となった。 その選曲は、彼のこれまでのキャリアや成長を象徴するものであり、歌詞には深いメッセージが込められていた。ファンだけでなく、音楽評論家たちもその内容について高く評価し、これまでの彼の歩みと、これからの未来を感じさせるパフォーマンスだった、という意見が多く聞かれた。彼の歌声やパフォーマンスは、単なるエンターテインメントを超え、彼自身の物語を語る手段としても非常に効果的に機能していた。 彼のステージ衣装もまた、話題の一つであった。衣装はシンプルでありながらも洗練されており、彼の動きや表情を際立たせるデザインが施されていた。それは彼の個性を最大限に引き出し、彼自身の魅力を余すところなく伝えるものだった。ファッションセンスにも定評のある平野は、今回の紅白でもそのセンスの良さを発揮し、多くのファンや視聴者を魅了した。さらに、 彼のパフォーマンス後のインタビューでも、彼の謙虚さと感謝の気持ちが前面に出ていた。大舞台での成功にもかかわらず、彼は、まだまだ自分には学ぶべきことが多いと語り、これからも努力を惜しまない姿勢を示した。彼のこのような態度は、ファンだけでなく、業界の関係者たちにも非常に好意的に受け取られており、彼がこれからさらに成長していくことを確信させるものであった。平野翔の今後の活動についても、 今回の紅白でのパフォーマンスが一つの起点となり、さらなる飛躍が期待されている。彼はすでに国内外で多くのファンを抱えており、今後はよりグローバルな展開を見据えた活動が予定されていると言われている。彼の才能は国境を越えて評価される可能性が高く、彼がどのようにして日本のエンターテインメントを世界に発信していくのか、注目が集まっている。